はい、じゃあ撮ります。え、ん、何、あの撮影いつもみたいに生まれはロシアから、生まれはロシア、最初は関西、舞台の東京、ピロシキーズです。え、なんでそんな今日やる気ないの。炎上してんだよこの野郎。もう半数がバットやないか。あんたがあの持ち込み企画よ。え、 BTS の顔なんか当てれるかみたいなやつよ。もうまず見分けをつけない、つかないっていうことに対して BTS ファンも怒ってるし、ほんで BTS を取り扱うとは何ぞやっていう、もうどちらにしてもみんな怒ってんねん、韓流取り扱ってみたいな。いや、まさかちょっとそんなことになるとは思わへんかったからさ、俺も甘いんだよお前は。なんでそもそもあの BTS とか痩せようとしたんや。ほんまや。いや、なんか結構インターネットとか見てても、あの若い子の間でもすごい人気やったから、これ面白いんじゃないかなと思って。うちの視聴者層知ってんのか。うちの視聴者層よちょっと待って、めっちゃ怖い。視聴者層が一番可愛い結構ね、30から50、60の男性が一番多いのよ。女性も多い。あのでも若者は見てねえの分かってんのかこれからね、若い子たちもこう見てくれたら嬉しいなと思ったんやけどね。おっと、トミちゃん、やったな、トミリンコ、やりやがった。まあでもわしらが撮ったから、こっちがまるでさ、すごくさ、なんか K-POP 推してる人たちみたいにもなってるしな、別に何推してないこともないし、好きでも嫌いでもなんでもないけど、アレちゃんが好きな男はな、坂本九だね前から言ってんだよ、ずっと坂本九が好きって言ったのにな、あんな感じで撮ったらまるで K-POP のアイドルが好きでさ、もうなんか日本の男性は眼中にないみたいになるやんか。もうそれだったらさ、50、60のおっさんが見てな、ひょっとしてアレちゃんものにできるかもしれんっていうふうに思って見てんのにさ、そのチャンスを奪ってどうすんねん。それはもうアイドル、あんな、あの人たちも K-POP のアイドルやけど、私たちも、アイドルなの？ピロシキ界のアイドルなのよ。ピロシキ界？そうなった時に、やっぱりこう、みんなにチャンスを与えたように見せなきゃいけないわけ。いろんなロシア人 YouTuber の動画見てみ。いろんな YouTube の、私が日本から離れられない理由。そう。もうこの、私がなんか日本から離れられない理由っていう動画をタイトルにしたら絶対10万再生いくっていうのが、この我々外国人 YouTuber 業界の中ではもう標準の情報なの。とにかく日本から離れられなくておじさんが好きと言わなければならないの。なんでその企画としてなんか坂本九を見つけるのかどうかみたいな。それやったらな、演歌歌手を見分けられるか企画とかやったらええねんなもん。そう、全然分かってへんねん。あんた、ね、そんなに K-POP 好きなんか。 K-POP 結構好きやで。ええか、そんなこと言ってあのマネージャークビにしろって。やばいやばいな、それはやばいわ。んか解雇しろって言われたもんな。そう、解雇や。 K-POP 聞いてんのか。ごめん、次 K-POP 聞いたら解雇な。なんでやなんでそうなったこれはごめん、ほんまもんのパワハラになるから人権侵害聞くんじゃねえこれから坂本九郎。これは嘘よ、ごめん、そこは嘘やからな。なるほどね、ちょっと軽率やったわ、それは。やっぱね、なんかまああのいろんなね、配慮ってものが必要で、で、俺は分からへん、そんなに。まあだからね、いろんなやっぱ日本と韓国っていうのはいろんな問題を抱えてて、どうしても許せない層もいれば、なんでなんだって、ここで絡んでいって仲良くしていったらいいやんっていう層もいれば、分からへんねん。で、ましてやそれを外部のな、なんかパッと見ロシア人の私たちがな、そこに刺激を与えるようなことをね、してはいけない。なんかね、あのソ連の歴史とか、そういうのは人気で再生で、あとアレちゃんのママを出せばなんか人気で、なんでか知らん。ちょっとママおもろいんやろな、と、まあ、ママおもろいやろ、トークかな、もうとならへんトーク。でもあれ言っとけど編集大変やねん。あ、そうなの。もうほんまずっと喋るからあんたよりも喋ってんやろ。ほんまずっと喋るからどこも切れへんみたいになって、まあそのまま全部流せるっていう話なんやけど、あのまま全部流したら1時間アレちゃんがアレちゃんママがずっとぶっ通して2時間あとこれででこれででおーででってなっちゃうから。セラもあるからな。そうやな、ちょっと。そう、あと次はあの日本を好きすぎてっていう動画も撮らないと。そうよ。何が好きかっていうのちょっと言ってみ。ちょっと日本の、そう、やっぱクオリティかな。何がクオリティ、何のクオリティが好き。食品一つとってももうすごい衛生面の中で作られてるしさ、
そこはちょっとやっぱり。なんて真面目な回答をするんだ、君は。しかもさ、これの偉いところはさ、前回の職業がそうなの、食品容器パックメーカーみたいなところで働いてたんだよ。だからね、自分の仕事のことしかわからないからね、そうやってね、自分の関わりにあることを言って、うまいことなんか言ったけど。確かに、だってもう今納得しちゃったもん、聞いて。確かに、衛生的には確かにそうだな。まあでも、しゃあないな。まだ YouTube 慣れてないから、その辺のこう温度感、でも最近俺はな、なんか叩かれてんねん、ブラスはなんか難しい話ばっかりしてみんな何言ってるか分かってないって、あんたらみんな若いからマネージャー陣、俺の言ってること何も分かってへんねん、でも視聴者は分かってくれてるねん、でも俺私もだって隣に座って何言ってるか実際、うん、だから俺が何言ってるか分からへんから、とりあえずもうちょっと緩い企画でなんかこうやっていこうみたいなことでなった結果、俺はちょっと一回企画に関して何も口を挟まないということをやってみてはいるんだけども、うん、でもとはいえ俺は中途半端に口を挟んでしまう結果挟んでしまう、より中途半端な動画が生まれるというこの事象そんでグラスが挟んでしまうっていう、だから今ねそこでどうしようかなって悩んでるけど、もうちょっとお任せしたい、もうちょっと、まあ、確かにいろんな視聴者層にね、やっぱりチンコマンコ言ってるだけのチャンネルっていうふうに思われてるから、でもいやだからチンコマンコ言わんと、まあ、チンコマンコ言っていいんだけど、それだけではない要素を加えたいなというのはやっぱこのチャンネルコンセプトとしてはあるから、うん、それは企画全然持ち込んでくれたらいい、うん、けど、まあ、今回のことを見て学ぼう、そうだね、そう、うん、でも、まあ、でも別に私たちの立場としてアンチ K-POP でもなければ、うん、K-POP 推奨でもなければ、うん、もうあれだからね、坂本九だから、上を向いて歩こうだから、そっちは好きなの、そういうことね、こっちはね、こっちはね、で、もうそう、坂本九ってあれやで、JAL123 便の事故で亡くなったの、あ、そうなの、そう、俺それについてやっぱすごい勉強して、うん、坂本九の曲を聴くたびに、うん、この123便の事故を思い出して心が痛む、はあ、そんなイメージになってしまったのか、そう、でもそうではないね、やっぱり上を向いて歩こうはね、いろんなリメイクをされてて、うん、まあ、いろんな人がね、こうやってるわけよ、うん、ハマちゃんとかもやってるのかな、松本人志さんと、あ、やってもやってたね、うん、そうやな、あれで、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 明日がある、あ、そうか、明日がある、え、変わらんやん、何やってめっちゃ変わるわバカ野郎、わしのネタパクるんじゃねえよわしのネタ、あ、同じネタまだよねって言わんと、まあ、とにかくそういうことでそうだね、そう、うん、まあ、いろいろ考えてやっていきましょう、やっぱいろんなね、視聴者がいるっていうことを考えると、だから次はもう日本がどれだけ好きかっていうのを、いやもうそんなん言うたらまた嘘つきみたいになるから、やっぱりそこはもう私たちの考えをそのまま出していけるようなものにはしましょう、うん、やっぱりね、浅はかにどこどこの視聴者層を狙っていこうっていうことを考えた結果こうなったわけよ、そう、私たちはぶっちゃけ K-POP にはそれほど興味はないわけ、嫌いでも好きでもなんでもない、うん、ということがやっぱ視聴者にもバレてしまう、うん、K-POP ファンにもバレてしまう、私たちが興味がなければ、うん、で、そうではないなんか私たちが興味のあることにバーって熱意があって見れることを見たい視聴者層にとってはつまんない動画だと思われてしまう、うん、だから我々が面白いと思うことをやんなきゃいけない、そうね、うん、となると結局坂本九よ、いや、乳首の話しちゃう、なんで日本の人乳首は感じるのかっていう動画をずっと撮りたいんだけど、でもやっぱり下ネタがまたドキつくて、ね、若い視聴者の女の子とかから嫌われるんじゃないかということで今差し止めを食らってるんだけど、次動画もうそれ撮るか、乳首について撮らせろ、乳首について話したいの、日本の男は本当に乳首感じる、乳首にモード申すことがあるんだよ、そうなんだよ、乳首の動画を撮らせろそれはちょっと今の方針には合わないんじゃないでしょうか、だって今の方針に合わないんじゃないでしょうかの結果こうやって炎上してるわけよ、え、じゃあどうする、もうじゃあお前チンコ出せやめろよ、やじゃねえよ、まあそんなこと言ったけども、はい、まあそんなこと言ったけども、まあしょうがねえな、しょうがないし、アイスクリーム買ってあげるし、ありがとう、好きだよ、ありがとう、大好きだよ、頑張ろうね、甘い何甘いか、いや甘いなと思って、ピノ買ったりは、ありがとう、甘いな、だっていや甘いよ、わしらがその何ちょろいなって、いや人が1回や2回の失敗なんか許してもいいじゃない、いやもう失敗してるってこと、ね、もう完全にこれはこれ失敗の失敗、それは失敗よでも反省してるんでしょ、反省めっちゃしてますよ、冷静に考えて反省することでもないねんけど、お前
まあね。本来であれば、うん、別になんか、そこまで俺叩かれることなのかなとは思ってるのよ。ちょっとね、別になんかさ、そう、まあでもちょっと、あの、何も謝罪はないです。謝罪をするつもりは一切何もございません。けども、まあ動画が伸びる伸びないというビジネスプランも考えた時にことにおいては、ちょっと失策やったかなというだけのことやから、まあその失策だったねっていうだけのことで、視聴者にはこれ何ら関係のない動画ですので、もう全然ここまで見ていただいたから本当に関係のない話で大変申し訳ございません。